はい、こんにちは。日本改革党くつざわです。11月23日、今日予定していた NHK スクランブルデモは終日雨の予報のため中止いたします。12月4日日曜日に開催いたします。現在手続き中でありまして、来週の月曜日あたりは正式に告知できると思いますけれども、なんせ手続きめんどくさいですからね、デモ申請って。まあ告知の期間が1週間しかなくて、どうしようかな、人来てくるかなって心配しておるところであります。よろしくご参集ください。よろしくお願いします。国産初のコロナ治療薬塩野義製ゾコーバ仮認可取得だそうであります。昨日ですか、実際に使ってみて1年間で効果が認められなかった場合は認可取り消し、まあ仮免許ってことですかね。ネットの話、ワクチンよりは安心かな、いよいよ5類かな。まあコロナ関係じゃまだマシな話、約8日間から約7日間に短縮。おー、たった1日みたいな話もありましたけれども、聞くか聞かないかはあなた次第。どっから来たんだその名前、コロナオールじゃないのか。そういうのは小林製薬に期待。何年か経つとコピー品作れんですよね。10年だっけかな。コピー品は会社で勝手に名前付けられますんで、小林製薬に期待ですね。ゾコーバのどこから来たんでしょうね。厚労省の薬の認可は何年も何年もかかってとにかく遅い。これはですね、薬害エイズ大失敗で、厚物に懲りてナマスを吹く状態になっているせいであります。豊島区議員にやって分かったことの一つ、議員にやって、分かったことの一つ、公務員の仕事の8割は責任逃れのための下準備。他にもですね、議員のいい人ぶりたい欲望は渇望に近いであるとか、ほとんど病気であるっていうのとですね、委員会でかっこいいと、かっこいいこと言ったつもりでも元がバカなんで職員からは失笑されている、などが分かっております。この早い仮認可は財務省の意向もあんのかな。少し前にですね、教育費4兆円、防衛費5兆円、医療費17兆円、金使いすぎって発表してたから、財務省はね、まあ自分の金じゃないんで財務省は出すのは構わないんだけど、あくまで自分らのコントロール下の支出じゃないと気に入らないんでしょうね。自分ら口挟めないと気に入らないんでしょうね。これで5類へまた一歩って感じですね。2類にして治療も何もかも税金でタダでやって、検査もやって、一部の検査の業者は儲けさせて言うですね、理不尽はもうやめるべきだと思ってますんでね。かかるかかかんないかはその人次第で、治っか治んないかも、その人次第って、がんとか他の病気と何が違うんだって思いますよね。なんか、ゾコーバってどっからつけたんでしょうね。なんか強そうだけど、高齢者も分かりやすいようにですね、コロナオールとかコロナケロリとかコロケアが良かったんじゃないのかな。小林製薬のコピー品に期待でありますね。コロケロリンとか、まあ何かかな。コロナがポンと飛ぶということで、コロポンとかもありですね。文科省、統一教会に対して、12月9日までに帳簿提出しろ。法にのっとり質問権を行使だそうであります。宗教法人として不合格、不適切なら、年内にも裁判所に解散命令請求する方針。宗教団体に質問権を行使するのは初。法律ができてから初。平成8年にですね、宗教法人に関する法律の中に盛り込まれた。監督省庁である文科省は質問できるっていうですね。まあ、議員調査権みたいなもんでしょうか。ネットの話。事件から半年も経ってんのにおっさい。もう証拠隠滅済みでは全く期待できんな。黒塗りだらけの帳簿。まともな回答が来るとは到底思えない。随分と時間的に猶予を与えてあげたね。提出用の帳簿を準備してんだろ。関与した議員の帳簿から攻めた方が早そう。解散命令がセットで、根回しが終わったんだろうか。解散命令の
裁判に数年かかりそう。かかりそうですね。最高裁まで頑張ってなんて言うと、10年ぐらいかかっちゃう裁判もあるもんね。証拠隠滅の時間を与えてないで、強制捜査しろよ。強制捜査の法的根拠がない。都合いい時だけ法的根拠って。外国人生活保護なんかも法的根拠皆無で、であるって最高裁の判決出てんのに、未だにやってんだけどね。超法規措置とか言って、速攻でガサ入り決めてたら、こんな不信感持たれなかったんじゃないでしょうか。事件から半年弱経ってますよね。証拠隠滅の時間はたっぷり。これ自民党の議員にも当てはまりますけど、党内の証拠隠滅が終了するまで待ってたんじゃなかろうか。みんな終わったか、証拠隠滅って、党内、自民党内に聞いてですね、終わりましたっていうのを待つ。何にもしないよりはマシだが、不信感を持って監視継続ですね、このね。政府が統一教会に何をするのか。監視継続。知ってた速報。The World of Journalism Study。各国ジャーナリストに聞きました。これアンケート調査結果が出てるんですけど、事実をありのままに伝えることは重要か。アメリカ 98.3%、 もちろん重要であるっていうのがほとんどですね。フランス 96.5%、 イギリス 93.0%、 ドイツ 90.7%、 日本 65.1%。 日本のジャーナリストどもはの3分の1は嘘を伝えてもいいわなって考えてるみたいですね。 35% が事実は重要でないって思ってる。この項目が、数字が一番、高くないのは日本だけだって、日本のジャーナリストは世界一事実軽視あるいは嘘つきってことになりますね。日本で一番数値が高かったのは視聴者に受けることみたいな、そんなそれが大事っていうのが、あれでした。他のとこはですね、事実が大事で、視聴者は二の次である。まあ、商売二の次、いうことなんですけど、日本は商売繁盛、嘘ついてもいいって思ってるのが三分の一という散々な結果。まあ、知ってましたけどね。ネットの反応です。中国とロシア一家って、すげえな。それ、ジャーナリズムちゃいますやん。偏向報道宣言。報道じゃなくて、活動。ただのプロパガンダ機関。取材しないで、ツイッターあさって、妄想行動。目的は日本社会の混乱と破壊。ステマと捏造しかしねえもん。こんなんで報道の自由があって騒ぐんだぜ。ジャーナリスト、小説家。小説家、妄想書いてでいい。そんなの知ってた速報ですけど、日本のメディアは嘘つきっていうのはね。朝日新聞の慰安婦問題捏造。毎日新聞の千人切り訴訟。これ帝国軍人が中国人を千人、刀の錆にしてみたいな報道をやって、そんなのねえわつって遺族から訴えられたっていう裁判ですか。毎日新聞だったっけかな。 NHK 天安門では一人の死傷者もいませんでしたって、クローズアップ現代で言っちゃった。沖縄西座り込みって言ったら座り込みなの。琉球新報と沖縄タイムズですね。だからマスゴミって呼ばれんですわ。これ分かってるだけの嘘でも、いっぱいあんもいっぱいいっぱい。これバレてない嘘を含めたらもう無数に無限にあんじゃないでしょうか。嘘つき同士がかばい合って NHK でもなんか一切報道しねえしね。テレビが国家の一番の敵であることは広く知れ渡っている事実ですがって、俺らはまず前提から始めるのが韓国の新聞が得意なとこ、韓国の新聞が得意とするところ。まず嘘から始める。これは嘘じゃないですけどね。テレビが国家の一番の敵であることは広く知れ渡っている事実ですが、これは嘘じゃない。ついでに共産党もですね、日本の植民地支配が、嘘から開始して、そこから話盛るんですけど、土下座されてね、併合してやっただけだ、バーガー。38年間で倍増した人口の説明しろと。そんな過酷な植民地支配で、人口倍増するわけねえじゃねえか、バーガーっていう話ですね。まあ、嘘つきなんで、共産党は。東京新聞社説、反撃能力の名のもとに、安保政策を大転換。相手を脅して抑止するのは幻想。
ちょっと何言ってるかわかんないですけどね。ネットの話です。聞きすぎだろ。それ中国に言うよ。脅されてるのは日本国なんだが、反撃は抑止ではない。支離滅裂でカオスな社説。健常者が書いてるんだろうか。頭大丈夫かという意味でしょうかね。ファンタジー小説。東京新聞社には警備いないの？結局核武装が一番現実的。東京新聞の敵国は日本。まあどうせ支離滅裂な妄想を書いてあるんで、タイトルだけでわかるんで、まあ本文は読みませんけれども、時間の無駄。我々日本人には理解できない別言語で書かれてるんでしょうね。一般の人がですね、人民軍が攻めてきたらどう対処する、戦争が起きたらどうしようかというのを話し合ってる時にですね、共産党は9条を生かした外交で戦争回避って答えんですけど、これおかしいべって、事故が起きたらその処理どうすんかって聞いてんだけど、事故が起きないように安全運転って答えてて、それが変だとも思わないっつうね。そしてそれに納得する9条信者ども、本当に話になりません。事故が起きたら、どうしようか、こうしてああしてこうしようかって話してんのに、起きないように安全運転とか言ってドヤ顔決めてんだもん。本当バカだなって思いますけれども、結論、使用言語が違う、意思疎通不可能、からの耳を貸すな、大したことは言ってない、これが77年前の米軍の H の結晶ですね。まあ大前提として、テレビ新聞は帝国の敵であると、我々の敵であると、国民の敵、国賊、売国と、そんな感じですかねって思ってれば間違いない。3分の1は嘘ついてもへいちゃらって答えてんだからね、アンケート調査にね。一番だからこれ、日本ぐらいだから事実を伝えることが重要って割合が一番出なかった、メディア、ジャーナリズム。まあねえですけどね、日本にジャーナリズムなんて。それはNHK でもをどこも取材しない、放送しない、報道しないことからも一目瞭然っていうか、明白、明鏡止水っていうのかな、こういうのな。まあ月を見るように明白ですわね。というわけで12月4日 NHK スクランブルでも開催いたします。よろしくご参集くださいませ。デトックスジャパン。